宮崎県の串間市にある石波海岸ですが、その石波海岸の手前に大きな島が見えたので、車を止めて見てみました。ここは月島という島なんだそうです。周囲が 3.7km で、現在の人口は40人というんですね。元は小学校もあったんでしょうけれども、伊勢海老漁など漁業の島だと言います。石波海岸に着きました。この海岸、3km にわたって続く天然記念物の亜熱帯樹林を背にしています。この海岸、とても素晴らしい海岸でした。ちょっと高いところで国道がこう下っていきますので、その国道から写真を撮ったり、ビデオを撮ったんですが、素晴らしいんですね。この波の寄せる姿が、これはビデオに収めてありますので、どうかご覧ください。そのさざ波とこの波の寄せる姿、とてもいいものです。こちらは石波海岸の向かい200メーターに浮かぶ幸島という島です。ここは野生の猿が100頭ほどいて、海水で芋を洗うということで有名なとこなんだそうですね。今は無人島になっているそうですけれども、京都大学の霊長類研究の施設があるといいます。こちらは、日南市の南郷海岸です。遠くから見えているこの島の姿が風情があって、車を止めて写真を撮りました。こちらは渚百選の番外です。